はい、こんにちは。今回はですね、えっと、私の昔の上司の話をしたいと思います。えその方はですね、こう、割と相手の話を聞くときにですね、相手の方をこう、見て、聞かれる方なんですね。こう、傾聴っていう言葉がありますけれどもですね、その相手の方のですね、こう、顔を見て、えー、話を聞かれる方でしたね。 で、えーまあまあ、結構、まあ、いろんな方がいてですね、まあ、相手のことをですねこう見ずにですね、まあ、意識はしていると思うんですけれども、えー、話したりですね話したりとかこう聞いたりとかされる方もいますね。いらっしゃるんですけれども、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、その方はですね、こう 人の話を聞くときにですね、その人のことをですね、こう、しっかりこう見て、聞くようにされてました。まあ、様々な場で。で、私なんかはですね、こう、結構、よくこう、人の話してる方をこう、もう、こう見て、まあ、なんか何人かで話してるときとかあるじゃないですか。そういうときにこう、その人のことをこう、見て、 聞いたりするとですね、まあ子供みたいにこう音に反応する人だよねみたいな単純な人みたいな言われ方をする時があるんですけれどもですね、えー、まあその上司の方、こう人の顔を見てですね、はえー、話を聞かれる方の、まあ、反応っていうのはこうすごく感じのいい方だなという反応を 印象を私は個人的には受けました。ということでまあ、傾聴という話をですね、本日はさせていただきました。こちらの動画は短いですけれども、以上となります。失礼いたします。